こんばんは、青い彗星です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、昨日だと思うんですけどね、ニュースでも出てまして、あとはですね、今日メテオライトさんというですね YouTube をされている方からもですね情報をいただいたんですけども、お笑いコンビのかまいたちのですね山内さんが2人のかまいたちの YouTube 動画の中でですね、今年の、ハマったものランキングみたいな感じで1位がですね腕時計というふうに、挙げてまして、その中でロレックスをですね、結局トータル今年だけで4本購入したということをですねお話しされてました。その話についてですね少しお話をさせていただこうと思います。私以前ですね、別の動画でもアップさせていただいたんですけども、かまいたちの YouTube 動画の中で、山内さんがですね初めて正規店に行って、そこでですねデイトナーのホワイトゴールドを購入されたというのがもう1ヶ月ぐらい前ですかねぐらいになるとは思うんですけど、そこからですねさらに3本を購入したということで、別の動画でも出したんですけど、多分徹子の部屋かなんかに出られた時ももしかしたら違う時計してましたよねみたいな感じで動画をアップしたんですが、多分あれ2本目か別のね腕時計だったと思うんですけど、今回も、その動画の中でとですねヨットマスター2ですかねをつけられていたので、徹子の部屋で GMD マスターだとすると、それがデイトナとホワイトゴールド3本でもう1本なんか別のやつがあるんでしょうね。ちょっとまたなんか動画で山内さんとかテレビとかで出てたらちょっと見てみようかなと思うんですけど、立て続けに1ヶ月からこの2ヶ月ぐらいの間で4本多分正規店で購入されてるんだと思うんですけどね、すごいですね。と、山内さんの知名度とか、もしかしたらその知り合いの方の外商パワーなのか、そういうのも含めてですね、明確にその正規店で全部買ったとは言ってはなかったですけどね、並行店なのかどうかわかんないんですが、少なくとも4本を手に入れられたということで、でこの後はでも今ノーチラスが欲しいというのもですね動画の中でおっしゃってました。で、その中で濱家さんですね、相方の濱家さんがその山下さんってスニーカーが好きで、スニーカーのそのプレネがついてるスニーカーが欲しいと。で今回ロレックスの方もそのお店にある手に入るものはいらないと、手に入らないものが欲しいんだっていうことを言ってて、そういういわゆるプレネとかですね、そのレア度が高いものを山内さんっていうのは欲しがるようで、そういう話をされてました。で一方で濱家さんの方はですね、その漫才かなんかですね大会で優勝して、上方漫才だったかな、その賞金150万円でですね、ロレックスを買おうと、記念でいいんですね。でそれでデイトナを買おうとして、だいたい40日とか言ってたんですかね、1日平均3店舗ぐらい回って、1ヶ月から2ヶ月ぐらいで、デイトナを購入されたと。それでもですね期間的には多分デイトナマラソンで短いんだと思うんですけども、それでもですね濱家さんはどちらかというと、自力でマラソンして、長期間かけて、その賞金で購入したみたいな感じでですね、僕はどちらかというとその濱家さんの時計に対する感性みたいなのはですね、僕も その記念にそのいいものを買うっていう感覚なので、非常になんかああそうなんだっていう感覚はあったんですが、でも山内さんみたいにですね、こういうプレネだから、あるものはどんどん買えるんだったらどんどん買いたいっていうスタイルもいいのかなと思ってて、それこそ先日その腕時計を何本持つか持つかみたいな話動画でさせてもらったんですけども、やっぱこう考えるとその濱家さんみたいなスタイル、記念にいいものを1本買ってみたいな形と、山内さんみたいにそのもう、プレネがついてていいものレアなものを何本も集めるコレクター気質みたいな感じで、それぞれやっぱ腕時計ってなんかいろいろ考え方、人それぞれ捉え方も違うだろうし、何本持ててもいいのかなっていうのを改めてですね、この前もその動画出した後に皆さんとコメントの中で会話させてもらってですね、改めて感じたところではあります。はい、今回ですね山内さんがまたロレックスを買い集めた、買ったっていう動画が出ていて、それはそれで面白かったんですけども、その中で僕が感じたのが時計、それ以外の趣味全般そうですけど、やっぱりそのものに対するですね価値観っていうのはやっぱりそれぞれ違ってて、それでいいんじゃないかと。だから少ない本数が偉いとか、かっこいいとか、
多く持ってるからダサいとか、まあ、そんなの関係なくてですね、やっぱりそれは人それぞれ、当然お金の問題もありますし、ね、1本しか買えないっていう人もいれば、別にたくさん買えるお金もあるという人もいると思いますしね。で、1本が別に安いやつをいっぱい持ってるとか、もうそれもですね、ずっとそれぞれ楽しみ方だと思うので、まあ、僕自身これをですね、何かこう強要してですね、やっぱり1本がいいんだみたいな感じとかですね、たくさん持ってないとダメだみたいな、だからまあそういうのもネットとかの中ではあるとは思うんですけど、まあ、改めて、まあ、何本でもいいんじゃないかと、自分が好きなスタイルでその腕時計ないし趣味を楽しめればいいんじゃないかなというふうに、まあ、改めて考えさせられる動画だったのかなというふうに思っています。はい、ということで、まあ、あのかまいたちのですね、山内さんと濱家さん、それぞれ、腕時計に対する考え方とか価値観というのは違って、なんか面白いなっていうのを改めて感じたところをですね、ちょっと感想を述べさせていただくことになりました。はい、ということで、またあのかまいたちのお二人のですね、そういう腕時計に関する動画とかあれば、またぜひアップしていきたいなというふうに思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。